訴えを起こしているのは、原告側は、泊原発には活断層があるほか、津波対策も不十分なため、危険性があり、人格権が侵害されるなどとして、2011年から泊原発1号機から3号機の運転差し止めと廃炉などを求めています。 一方の北電側は津波からの安全性は確保されているなどとして訴えを退けるよう求めていて法廷での争いは10年にわたりました今日札幌地裁で谷口哲也裁判長は北海道電力に対し泊原発を運転しないよう命じる判決を下しましたが原告側が求めた廃炉などについては棄却しました